台が勝手に作業すると沿岸を走ったりとか。走ったことないですね。いいですよ。綺麗ですね。ただね、もう国道にも関わらず民家がすぐそばにあって、それとあのおじいさまが自転車に乗ってこうフラフラと走られてるのがめちゃくちゃ怖くて、あれはやっぱあれは今までの風景で、最初あの一番車に長時間乗ったのに新宿車ぐらい。新宿車は自分の車で取材に行くんですよ。なので本当1日で50キロとか取材に行ったりするんですけど、で地方のレースはちょっとそれはそれは頼むから脇に置いておいてくれないみたいな人が、それを思い出しました。車両担当の方がいて、ハイヤーみたいなので行って降りて、で、車の中で書いて、あ、そうなんですよ。新聞記者はとにかく免許を持ってくると教習所行けって言って、で、最初教習所行って、で、まあ持ってなくて、で、車もとにかくあの持ち込み免許を持ってなかったら、その辺の友達が8万で50万円から買ってこいです。すごいですね。で、ガソリン代だけですよ。なんか意外というか、ちょっと激しいですね。
ね。
ね、このお野菜の取り手ってどんだけ招き猫について説明したか、何気でもね、毎週